こっちで一緒に遊んだ。おずおずと来て参加したよ。里親さんの決まったラブくんは、初めの、数日間ですね、シャーシャー言ったりとか、猫じゃらしを入れると叩いちゃったりとか、割と思わぬ、方向に行っていたようで、丸24時間ぐらい食べなかったのかな。もうちょっとかな、ご飯も食べなかったそうですが、徐々に今はもう食べ始めて、まあご飯の方は心配なさそうですので大丈夫です。はい、うんちもしたそうです。で、痛いよこの噛むようになったのは何ですか。ダメだよ。はい、ダメ、ダメだって。全然効き目ないね。ダメでしょ。それでですね、よいしょ、ちゃんか、君の紹介をしようかな。はいはいはい。あ、ジャン君が近づいたんだね。あら、ジャン君うんちやりたくんよ。よいしょ、シオン君のお話をしますと、ラブ君がいなくなって、さぞや寂しかろうと思っていましたが、まああまり変わらずですね、逆に、ちょっとラブ君がいなかった分のその元気強さとかわんぱくぶりをちょっと発揮し始めたかなというところがあります。ただですね、暴れる相棒がいないので、一人でフェルトのボールで遊んだり、それはとてもとてもいいですね。遊んであげなくても一人で遊べるっていうことなので、とてもいいことです。それから、すごくですね、すり寄ってくるようになりました。こういう感じですね。はい、はいはいはい。そして撫でてほしいっていうふうにですね要求する、こんな感じになりました。でさっきみたいにですね、ちょっと、こうやってなでなでをしているうちに、まあ気持ちがいいからなんだと思いますが、足をちょっと甘噛みしたりするようになったのはちょっと止めたいなと思っています。これ里親さんがあまり猫を飼ったことない場合に、甘噛みをちょっと怖がるっていうことも
あるかなと思いますので、噛んだらダメっていう風に言わなきゃいけないね。今までだいぶ甘やかしているのでね、台所のコンロの上に乗った時は、ちょっと怒ったりとか、しましたが、これからはちょっとその噛むことに関してですね、はい、うん、いいよ、はい、どうぞ、はい、瞬間おいで、おいでおいで、しおんくんは頭のいい子なのでですね、よいしょ、いろんな状況を見て動いてるような傾向があります。なのでですね、ダメな時にはダメを教えておくと、多分今後もしなくなるんじゃないかなと思います。ただその頭のいいがですね、今の怒り方だったらダメって言ってるけど本当はねみたいなところもあるので、ちゃんと分からせないとダメですよね。なんかね、ずっとここで待ってるんですよ、アリスちゃん。私も持っててる。よしよし。仕方ね、仕方ね。はい。シアンくん。うろうろしてる人がいますよ。下に持って行っちゃった。あ、はい、ジャン君ご飯。あ、きっとそこ空いてるくらいだから。あ、ちゃんなのかって、タコちゃんごめんね。はい、ジャン君。ジャン君おやつだ。おやつだよ。チュールくれるってよ。はい、おいで。ゆっくりだね。来るまでに1時間かかっちゃったな。大人たちゆっくりだね。うん、あり、食べにゃ。今日はいらない日。そして、ちゃんくんはここまで来ました。はい、来た。来た来た、はいです。明日まで降りよ。だから、チュールだよ。チュ、チュ、ちょっとおめでたい色のチュールだよ。
降りて食べようかな。ここだよ。いいんで。美味しいね、ジャン君。まだあるよ。